ん、こんにちは。レーシングドライバーの井口拓人です。1月に東京オートサロンで2023年の体制が発表されて、ようやく2月に入りまして、スーパー GT のテストがスタートします。今日富士スピードウェイに来ていまして、めちゃくちゃいい天気です。ここからですね、開幕に向けて4回ぐらいテストをこなして開幕戦に挑むわけなんですけども、今日はちょっとテストの模様をですね、皆さんにお届けできればというふうに思います。ではテスト頑張っていきたいと思います。